この時間はゲストをお招きしています。本日東証マザーズに新規上場となりました証券コード6199株式会社セラク代表取締役社長宮崎辰巳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は上場おめでとうございます。ありがとうございます。まず今の感想を一言いただけますか。そうですね、朝の証券会社の方に参りまして、あのボードを見てですね、売り気配買い気配多くの買い気配を見ましてですね、非常にあの投資家の皆さんのですね期待に応えなきゃいけないと、そういう気持ちを強くしたところでございます。はい、それではどのような会社なのか、はい、まず事業内容からご紹介いただけますか。はい、基本的には IT 会社というところになるんですけども、まあ、特徴としましては、全国から未経験の人材を正社員で採用して、大体2ヶ月ぐらいの教育期間で業務に配属して、IT のソリューション部分とオンサイトという形で、お客様に業務を提供していると、そういった会社でございます。それに加えて自社サービスとしまして独自商品としまして IoT サービスとしてミドリクラウド IoT プラットフォームなどの提供を行っております。未経験の人を育成して派遣すると。そうですね、派遣から始まる方が多いんですけども、その後ソリューションで独自商品の開発と、まあ、成長技術領域によって、まあ、エンジニアの方の活躍すれば変わってくるということになります。はい、独自の研修プログラムがあるというふうにお伺いしているんですけれども、はい、セラク情熱大学というんですか。はい、これはですね、初期研修後のですね、継続研修を実現するものでございます。まあ、技術者が多いものですから技術研修が多いんですけども、プラスビジネス研修ですね、それから人間力研修っていうのも含めて総合的に社員が成長する、それを手助けするセラク情熱大学という総称のプログラムを用意しております。はい、それでは具体的なサービスの内容について、はい、次にお伺いしたいんですけれども、はい、こちらご紹介いただけますでしょうか。はい、IT 分野でですね、 IT インフラ事業部、こちらはいわゆる IT の、インフラ部分の設計構築保守運用を行っております。それからスマートソリューション事業ですね、こちらウェブサイトのですね、システムの開発、それからスマートフォンアプリの開発ですね、こちらを行っております。それからウェブマーケティングコミュニケーション事業、こちらはですね、いわゆるウェブサイトの設計構築運用ですね、加えてデジタルマーケティングということになります。それから IoT 事業というところになります。こちらのですね、画面で見ますように私どもがお客様に提供している技術領域をですね、各色で区分けして提供している技術領域を示したものです。これは私どもがあくまでも技術を核にして発展してきたっていう、まあ、ある面では歴史も物語ることができると思います。大きい楕円の枠の中が現在お客様に提供しているサービスの技術領域で、中のですね、ちょっと黒みがかったと色の濃いところの部分がですね、これからですね、新しい、まあ、ビジネスを創出してくる技術領域ということになります。こちらを私どもは抑えていることで新たな IoT 事業の領域に進出しているということでございます。IoT という言葉が今非常に、はい、流行りといいましょうか、はい、注目されていますけれども、 IoT のサービスについて具体的に教えていただけますか。はい、メインのはですね、こちらにありますようにミドリクラウドですね、こちらはですね、環境モニタリングシステム、分かりやすく言いますとですね、ハウス農家さんが普段はハウスの中の状態が見れない、分からないんで、もう頻繁にハウスを見に行って温度が上がりすぎても下がりすぎても作物がダメになってしまう。それを遠隔地、例えば自宅にいても、写真でまずカメラがついてますので、カメラで状況が分かる、温度センサーと湿度、二酸化炭素、土壌水分等が分かりますので、これで行かなくても安心して状況が分かるっていう、こういうサービスで、特徴としては、高齢の農家さんでも電源をつなげばその場から使えるようになると、まあ、そういうサービスでございます。それから加えて IoT プラットフォームサービスでございますが、こちらはですね、いろんな機器、センサーにかかわらず我々の開発した IoT ゲートウェイを
介在することでクラウドサービス IoT クラウドサービスがすぐに始められるというものでございます。まあ、これを持っていることによっていろんな機器メーカーさんセンサーメーカーさんがクラウドサービスをしたいという時に我々と組んでいろんなサービスを提供することが容易にできるというそういうサービスでございます。はい、この緑クラウドというのは農業に IT を導入するサービスということでいいでしょうか。さようでございます。はい、それでは、今度は業績についてお伺いしたいんですけれども、はい、こちら足元どのような状況でしょうか。そうですね、おかげさまで、IT 業界ずっと右肩上がりで来てるんですけども、私どももですね、売上経常利益ともここ数年ずっとなんですけども年率平均 30% の成長を、実現してきております。こちらのグラフを見ていただきますと分かりますように緑の、棒グラフほとんどまっすぐになってますが、これは社員数を表しています。ブルーの棒緑は折れ線グラフですね、でブルーの棒グラフこれは売上ですね、オレンジの棒グラフが経常利益を表してますが、これを見ていただくと分かるように社員数の増加と比例して売上利益が、増加している。何を物語っているかというと、社員を採用するとその採用した社員が売上利益にすぐに直結しているということを見て取ることができると思います。今事業環境としては人材のニーズが伸びているという見方でよろしいんでしょうか。はい、そうですね、IT 関係はですね、人材非常に不足感あるというのと加えてですね、私どもは新しい分野の技術者を育成するということでマーケットの要求に応えているということが、こういう結果を実現していることになると思います。わかりました。それでは御社の強みについて、はい、社長からご覧になってどのようなところにありますでしょうか。そうですね、人材創出力×ところの自社の、独自の成長モデルということになると思うんですけども、人材創出力っていわれる、分かりやすく言いますと採用する力ですね、プラスその採用した人材をいかに、戦力化するっていう教育する力ですね、これの欠けるところの自社の成長モデルということになるんですけども、私どもはエンジニアの平均稼働率が 95% 以上をですねずっと維持しておりまして、なおかつこの業務がですね、継続案件ですから我々のビジネスモデルは毎月売上が積み重なっていく積み上げ型のですね売上構造を持っているということ、それから、他の会社になかなか真似しできないなという、高い参入障壁を持っているという独自の、成長モデル、これによって実現しているのが我々の強みだと思っているんですけども、そのベースにあるのが、財務基盤ですね。最初に人材教育をやりますので、そちらの時の投資、これが実現できる会社であるということと、採用する、教育する、営業をするという、これが体制として整っていて、なおかつ実行する力があるということがベースになって我々の会社の強みになっていると思っております。そのあたりが土台になっているということなんですね。はい、わかりました。では、今後の成長戦略についてお伺いしたいんですけれども、はい、どのようなことをお考えでしょうか。はい、基本的には人的価値の最大化ですね。わかりやすく言いますと採用数を増やす、それからその採用した人間を教育する、こちらに投資していくというプラス IT 分野ですから新しい分野での研究開発ですね、商品開発、こちらを行うことで人的価値を最大化して次の3つのですね成長戦略を考えている。基本は既存事業分野の拡大ですね。2つ目はビジネスモデルの横展開、我々の教育型の人材創出企業というビジネスモデルの横展開、加えてですねその人材が成長してきて自社商品を作っていく、新しい商品を作っていくということで、IoT サービスとして具体的には緑クラウド IoT プラットフォーム、こちらのサービス提供をしていくということで、成長戦略を実現してまいります。基本にあるのはやはり人材ということになるんでしょうか。そうですね、技術っていうのを核にして IT 人材を創出して社会の今の要請に応えていくということになります。はい、では
最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けて、はい、社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。マザーズ上場ということですので、投資家の皆さんには当然高い成長を期待されていると思います。今後もですね、今までと同様高い成長を実現していきます。そのためにやはり我々はチャレンジする、リスクを取って、高い成長を実現するということを行っていきます。ただし私が基本に考えておりますのは、会社は潰さない、継続する第一ですね。当然その上に利益成長を行う、それからできればっていうところなんですけども、やはり私たちの活動が社会の役に立つ、少しでも役に立ちたい、社会の問題解決につながればいいと思って、営業していきたいと思っております。ご支持いただきますをよろしくお願いします。株価はこの時間まだ買い気配にはいますね。はい、はい。この時間は、本日新規上場の株式会社セラク宮崎社長にお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。